はい、レオンチャンネルです。ギーツの最終フォームの頭部解禁。むちゃくちゃかっこいいんだが、やっぱり白ベースになるんだ。こういうアレンジすげえ良くない？白赤の狐のお面的なものが全身にカラーリングされたような感じでしたね。で、来週が38話、墓場 F で、F がつくと、そのシーズンの終わりですから、墓場編終わりだ。てかもう、なんかもう最終回直前かなっていうぐらい、グランドエンド盛り上がってるっていうか、ナーゴとかハクビとか退場じゃね？怖い D 割られちゃったし、来週どうなってる？で、このギーツの、やっぱキュービみたい、まあ、キュービの白ギツネって書いてあるから、やっぱ最終フォーム、あーもう全身あるじゃん！まあ、全然もう、これまでのアーマーと全然違う。あ、ベルト見せないな。ベルト見えない。片側だけね、ブースト、マーク3っていう音ともに、今週見えましたけど、あ、武器も変わってる。武器変わってるよね。武器変わってる。フルボトルバスターぶりに、全バックル対応系の武器来るんじゃない？うわー、かっこええ。こんなに白くなったのに、むちゃくちゃかっこいい。でも尻尾が9本あるから、もうまんま9尾だ。このポーズでもバックルは、相手見せない。ここのところさ、令和ライダーの最終フォームは基本フォームを踏襲しつつアップデートって感じだったんだけど、リバースに関してはド派手になってて、あれは逆にやりすぎかなってのがあったから、今年の最終フォームすごいバランスがいい。来週どんな感じ？デザグラをずっと続けてきたあなたなら教えてくれるのでしょうか、エース。純白の選手は自らの意思とは関係なく暴走フォームじゃん。最終フォームの暴走フォーム。まあ確かに今週の初変身でもエースの意思とは関係なく変身したって感じだったもんね。しかもデザグラ運営の管理してるバックルではなくて、誰も予想しなかったバックルの出現で、純白の選手は自らの意思とは関係なく周囲を破壊し尽くす。しかし結局母に手は届かず意識を失ったエースは謎の世界へ。そこに現れた狐面をした謎の男。男はエースと向かい合い、言葉を投げかけ始める。この男は一体何者なのか。2人が対話を続ける間、外の世界では着実にグランドエンドが進んでいた。で、今まさに運営がこのゲームを畳もうとしてて、願いを叶えずグランドエンド見せじまいをして現代から撤退しようとしてるんだけど、それでも願いを叶えてもらおうとするタイクーン VS 仮面ライダーたちがいなくなるんだったら、それはそれでいいっていうプラス、自分がライバル仮面ライダーを葬ることによって日常生活に戻してやろうとしてるバッファね。ただバッファの願いはもうすでに叶ってますから、あとはゲームプレイヤーたちに、安らかな日常を与えてやるぐらいのちょっと傲慢なところはありますけど、そういう立ち位置ですよね。なのでグランドエンドを迎えようが、それはそれとしてライダーたちの記憶が消えるならいいみたいな。ただ現状その状況良くないと思ってるのが、ゲームによって家族の命も失われてる系は、桜井系と創世の女神になったお母さんとの再会を願ってるエースね。てか最終フォームの画像がさ、公式で一部解禁されてて、これブーストマーク3っていう風になってましたけど、もうそのまま仮面ライダーギーツブーストマーク3フォームなのかな。頭部かっこよすぎないか。めちゃくちゃ釣り目に前よりなって、アクの強いエッジのかかった形状になりつつ、赤白の配色はこれまでと変わらずで、瞳のようなものが入ってて、クラッシャーとかはシャープになってるね。なのでエントリーの上からアーマーがはまってる感じじゃないんだよな。アンダースーツも含めてさ。そしてこれまで通りメカメカしい胸アーマーがありつつ、ここは内部パーツシルバーのような格子になってて、これなんかモード変形とかはないかな、マーク2みたいな。そしてシルバーの肩周りから肩アーマーがあると。かっこいいね。ほんとかっこいいね。次回予告のページに来ても、やはり、載ってないな。もうやっぱ来週まで、あれか、ベルト周り、内緒なのか。てか僕来週さ、日曜日とか土日出かけてるから、いきなり来週情報解禁が来て、ブーストマーク3とかが出てもらうと困るんだけど、そう、日曜日ね、僕いないから感想動画で月曜日に出すわ。グランドエンド自体は始まってますからね。女神の崩壊とともに。で、女神が崩壊しても、スエルは慌ててなくって、後継者がいるからっていう風に言ってましたから、完全もうツムリじゃん、後継者。エースの復活もツムリの力が関わってきてますので。で、今週はさ、最終決戦、コア ID を一番持ってるやつが、このゲームの優勝なんだけど、結局姉ちゃんと道長が同率で、最後はコア ID の奪い合いで優勝者を決めようっていうので、バッファによってナーゴとハクビが退場させられ、コア ID も破壊されましたからね。で残りのコア ID をケイワが引き継ぎ、バッファと戦ってる中にグランドエンドが始まるっていう。ウィンいいっすね。ウィン完全に立ち位置がレーザーなんだよな。エグゼイドの復活から一気に重要キャラにのし上がるというか、立ち位置がメインキャラになるっていう。でこのブーストの真っ白はやっぱりブーストマーク3の第1形態でしたね。この状態でもすでに暴走してましたから。最後はプレイヤー同士の ID コアを奪い合う延長戦、でバーファとタイクーンの一騎打ちになるが、一方エースはジーンがベロバから取り戻したビジョンドライバーを使い、そうビジョンドライバーは割とあっさりベロバ返しましたね。でグランドエンドが終わってみんなゲートを通ってミラに帰るんだけど、そのゲートは、スエルの許可がないと通れないとゲーム終了とともに消滅するから、もうしょうがないわねって言ってあっさり返してましたから、あくまでベロバはもう運営ごとめちゃくちゃにしたいじゃなくって、楽しくゲーム内で不幸を見たいみたいな、なんだけど運営にベルトを返す前に、ビジョンドライバーを返す前に、ビジョンドライバーでケケラとベロバ1人ずつそれぞれ不明な願いを叶えましたから、これがどうなるかと。なのでベロバーもケケラも隠し玉1個ずつ持ってるんですよね。ケケラはこの力願いによってタイクーンが最強の姿を手に入れるのかな。ベロバもミッチのパワーアップ来るんじゃない？この辺りはサポーターの力によってさらなるバックルを手に入れそうで、エースも今一度女神のところに行くんだけど、女神はもうシステムだからお前のことなんか気にしてないよって言って、スエルが言ってエースが存在しない世界を叶えろって言ってカードを出したけど、それは悲鳴とともに拒否されてましたので、やっぱりある程度女神としても意思があるのかなっていうふうに思うんだけど、スエル曰くもう女神としては完全に劣化してて終わってるみたいな、願いを叶える力が終わってるみたいな。あとはね、ウィンが調べ上げたところで、エースの母ミツメがナビゲーターだった頃、古代のデザ神の男性と禁断の恋に落ち祈りを捧げた結果、奇跡の命を宿したという。そうして世界を作り変える力を手に入れ創世の女神になった。つまり創世の女神の力は誰かを不幸にするために生まれたものではないっていうのをみんなに伝えて、ウィーンいい役だなと思って。やはり運営は創世の女神となった母ミツメを利用しあらゆる幸せを支配していた。全てを理解したエースはグランドエンドを前に創世の女神のもとへ、女神を救おうとするエースを阻止せよとスエルに命じられ、ニラムはゲイザーに変身、エースもギーツに変身しゲイザーと激突する。その間にもグランドエンドが近づき女神の崩壊が始まった。ゲイザーに行く手を阻まれたギーツは変身解除。それでもうエースは女神像のかけらを手に母親を救おうと雄たけびを上げる。次の瞬間エースのドライバーに新たなバックルが装着され、エースは純白のギーツに変身。こんなライダーが存在するはずがない。動揺するゲイザーは純白の技術に攻撃を放つが、いとも簡単に跳ね返されて暴走してましたね。いやー面白い。でもう今週ルーズか。もうそっか、タイクーンもルーズか。でも一応コア ID はまだ破壊されてませんもんね。ウィンが乱入したことによって一旦中断みたいな。タイクーンとバッファの戦いを見届けるエース。エースもこの辺はね、いろいろ複雑な表情って感じでしたよね。ジーン最高すぎる。本当ジーンがいなかったらだいぶエース早期に積んでますよね。ゲイザーにはねやっぱ勝てないんだよね、スペック的にね。なんだけどブーストマーク3が突如登場して、見せないね。ブーストフォームマーク3、ワンブもスーツも白く染まりました。顔については顎が変わった以外特にいじってないんですが、危なっかしくて怖い感じのポーズとモーションで見事に表現しております。予期せぬ力を手に入れたって感じだったもんね。この感じだと今28でしょ。明日ぐらいか6月1日かどっちかに情報解禁があって、もう6月3日とかにバックル発売ありそう。シミュレーターはさすがにまだマーク3来てないね。あとはバンダイキャンディスタッフブログも特にライダー系来ておりませんので、ライダーおもちゃの方も解禁ないね、特にありませんから、これはあれだね。あとはもう新情報待つばかりですね。ではこのリンク貼っておきます。以上レオンチャンネルでした。めちゃかっこいいっすねマーク3。